どうもこんにちは宣伝部長の小です今日はジャニーズ継続ということでお話をしていきたいというふうに思います。というわけでフジテレビの FNS 歌謡祭ですね。まあ、それが、まあ、相葉雅紀さん司会継続ということになりましていろんな音楽祭についてはね、まあ、テレ東さんなんかはねやっぱりちょっとジャニーズさんをね外したりとかね、まあ、国分さんがずっと MC やってたんですけど外したりとか、まあ、NHK に至っては、まあ、紅白にねジャニーズ一演 出ささなないいとかいろんん動きがある中でで、まあ、民放さんですね、まあ、テレ東以外の民放さんに至っては、まあ、今まで通り出すよねみたいな状況になってますということでじゃあなんかなんか解決したのみたいな <laughs> いうふうに思うとこがあるんですけどいや全く何も進んでないってむしろなんか周りの状況を見る限りどん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 ね被害者の方が、まあ、精神的に大変な状況に追い込まれてるわけですよね。 にもかかわらずお祭りやりますっていうことでまあ、かなりひどいなっていうふうに思うんですが、まあ、いずれにしても今回はこの件について取り上げていきたいというふうに思います。はいというわけでこちらですね FNS 歌謡祭のホームページですけどもえっ、ー、と相葉さんがなんか一人で写ってますね。はい <laughs> あの いやすごいよねだから逆に言うとその影響を受けていわゆるスポンサーさんの NG が出たらいやこれ一人しか映ってないけどどうすんのって話でまあもう絶対やるぞってことなんですかね、はい、まあまあその辺の意図はちょっとよくわかんないですけど一応12月6日水曜日とその翌週の12月13日水曜日から2週連続で生放送ですということでなんか出る。 な90組ぐらいって言ったかなまあすまじい数が出るので、まあ、逆に言うとまあみんな出るよみたいな <laughs> 形なんですよねで当然ジャニーズのまあまあタレントも出るっていう形でえー、っとこういろんな方が出てここにえー、っとですねまずカンジャニさんがいますよねでなぜか木梨さんなぜかって変化。 で、工藤静香さんも出たりとか、キングヌーさんとかですね。で、これ郷ひろみさんでしょう。で、三代目さんとか、まあ、JO1 さん、そしてジェネレーションズ等々ですね。だからまあ、えっ、ー、と、人気のグループはもうほとんど出るみたいな感じ,じなんですか。セブンティーンさんでしょ。それからスノーマンえっ、ー、と、d パンプ m 等々ですね。はい。という形で、まあ、なんて言うんでしょう。あの、 <laughs> バンド玉三郎さんも出ますし原市さんも出るこれなひろみさんも出るのかすごいですねで b ーファーストさんも出ますっていう感じでアート三浦大地さんとかねっていう形で阿福山雅治さんも出ますということで須ざまなんて有名な方々がバーっといっぱい出ますっていう形ですかねはいっていうことでまあ第2話もそんなような形でまあねあのさんとかねまあ一緒でまあ紅,紅白 に出てる人は当然でつつでさらにまあみんなが知ってそうな人とか企画でいろんな方々が出てくるあこ k i キ,キ,キッズさんとかねいう形ですかねはいという感じでまあ すごいですね。ただ、えっ、ー、と、これ、ストーンズさんか。まあ、やっぱり、やめ、やめジャニさんはいないのかなっていうところですかね。ちょっと、まあ、今後発表になるかもしれないし、私が見落としてるかもしれないですけど、まあ、なんか2週出る人、2週出る人もいんのか <laughs>。っていうところですかね。まあ、結構2週連続で出る人もいるっていう感じっぽいですけどね。はい。という感じで、まあまあまあ、だから、なんて言うんでしょうね。これ てあの忖度ままだしてませんっていうのは <laughs> ちょっと思ったんですけどど,どうですかね要はねえっと今のところあの両方一緒に出したねいわゆる香取慎吾さんとそれからジャニーズさんが一緒の番組に出る、まあ、同じステージじゃないですけどねっていうのが読売テレビさん主催の音楽祭においてはやって。 で私はなんかこの辺りがギリなんじゃないかなと思ったんですね。そもそもまあそういった今のねえっ、ー、と状況っていうんですかねジャニーズという会社が、まあ、いわゆる被害者に対してしっかり向き合うみたいなことをやってない状況下の中で、まあ、今まで通り出し続けるってなったらまあそれでいいのってなるじゃないですか。であとスポンサーさんは何を考えてるのかよくわかんないんですけどただ音楽祭ぐらいになるともう ななんかかかいいいいっぱいいて責任が分かりづらいじゃないですか例えばドラマとかだったりすると何社かってしかも主要なとこは分かりやすかったりするんでそこに対して批判の声が行きやすいんだけど、まあ、音楽祭ぐらいになるといろんな会社のこうガチャ混ぜにするからこう批判が行きにくいようにしてるのかもしれないので成立してるのかもしれないんですけどまあでもちょっとねなんかここに。 ねえまあタレントさんたちは悪いわけじゃないですよ全くね全く悪いわけじゃないんだけどこのジャニーズの起用の仕方にあんだけの問題起きてんのにあもう結局あ何も変わらんのねみたいな対応しか取ってなくてだからあのよくわからないあの適当な検証番組作りましたやりましたジャニーズさんちょっと怖かったですあとジャニーズさんがあの対応すればいいと思いますみたいなね <laughs>。 でまあ、今後はちゃ,ちゃんと報じますみたいなことを言ってるわけですけどね。はいまあ、ここについてはまあ私はこんななめたことをやってると、まあ、その会社ごとダメになると思ってるんですけど、まあ、そ,のその辺については今後の予想を見ていきたいっていう、まあ、そんな感じですね。はいでまあ、ちょっとそのあたり踏まえた上で ね、改めてこちらのニュースなんですけどトースポサの記事でどうも押さえていた旧ジャニーズカウコン断念の裏に当事者の会の男性の訃報ということですね。はい はいというわけでね、まあ、年末のお祭り騒ぎであるカウントダウンコンとですねジャニーズ主催のこれについてはもう断念しているにもかかわらず、まあ、他のテレビ局主催の音楽番組は普通にやってるっていう状況でこの違いも含めて何な,なんでしょうねっていうことですよね。で、えっと、旧ジャニーズ事務所が毎年大晦日に開催しているトシコフシーライブイベントカウントダウンコンサートの開催を見送りファンは落胆している。 で見送りの実情はジャニー北川氏による一連の加害の影響だということですね。はい、で,、えーとはい、でカーコン自体は1998年から毎年東京ドームで開催されている年越しイベントだということですね。加、ま、害、あ、問題に追われつつ何とか開催できないかっていうふうに模索していただいたんですけども、えー、と18日に公式サイトで見送らさせていただくことになりましたと報告と。 いうことですね一応理由としては新会社への移行準備中でありありということで釈明したんですけど、まあ、その通りは受け取れないよねっていうところですよね。はい、でアイドルグループの平成ジャンプさんがですね9月20日のインスタグラムの生配信で12月23日からツアーを行うと発表しえっ、ー、と同日29日から来年1月1日までの東京公演の会場を抑えてるんですよね。はい で、えー、っと、まあ、要するに、平成ジャンプさんが二十九日から一月一日まで抑えてて、で、例年だったら、その三十一日をカウントダウンコンサートに当てる、みたいなね、いうことですよね。やっぱり、会場の設営費等々もあるから、カウントダウンコンサートのためだけに。 まあやるよりは、まあ、どっかのジャニーズのグループがまあいわゆる公演やってでその舞台を使ってまあカウントダウン・コウさんとやった方がそれはねまあ効率的ですよね、はい。というところですかね。うん、ですしまああとはえっと結構東京ドームクラスの箱を抑えるってなると結構前から抑えるらしいんでしかも年末。 まあまあ毎年ねカウントダウンコンサートで抑えるためにはもう場合によってはもう毎年うちで抑えるからよろしくねみたいな話すら言ってる可能性があるというところですよね。はい、で、えー、っとそしてテレビ局関係者はあ加害問題に対する世間の反応を見ながらカウコンを開催できないかとギリギリまで粘っていたと。で、まあ、箱も、ね、要するに平成ジャンプの東京公演中でもあるから調整はしやすいと。 いうところですねもしできなかったら追加公演とかもできるというところで、で、フジテレビは10月27日にカウコンは開催されても放送しないと発表ということで、まあ、逆に言うと開催されてもって言ってるんで、開催が正式決定、あ開催しないってことは正式決定してなかった状況ですよね。まあ、裏では決まってたかもしれませんが。はい でまあ、とにかくそれでも旧ジャニーズは自,自社でオンライン配信に切り替えれば十分な収益化を見込めたということですよね。だからフジテレビがやんないとしても配信でじゃあやろうと思えばまあできたというところなんですけどその裏でいわゆるね、えー、と当事者の会のメンバーだった男性がちょっとあの痛ましいことになりっていうところですよね。まあそれをですよね。はい で男性は旧ジャニーズにジャニー氏から加害を受けたと訴えていたが応答がなく5ヶ月間放置されていたということですね。ジャニーズ事務所側はそれに対してジャニーズがお願いしている方のまあ業者といいますか組織の方からまあ連絡はしていましたよみたいなことは言ったらしいんですけどね。はい、で、えっと、男性の死亡っていうのは11月14日に報じられあそうだ。 でこれちょっとねまた今度やりますけど、えー、っとですねいわゆるアークタイムズさん等々で言ってたことですけど、まあちょっとまだ確定的じゃないのでわからないとこありますけど、ジャニーズ側がね連絡してったっていうのが、これ場合によってはなんか自動応答のなんかメールも含まれてるんじゃないかって言っていて、えーみたいなそんなの普通入れるかみたいなレベル感ですよね。だから とね、いわゆるなんか2回ずつ連絡あったっていうのを聞いたから電話をね2回2回ぐらいしたのかなって普通は読み取るぐらいの文章だったんですよ。でそれが自動応答のメールみたいなことを言ってるとしたら相当やばいよねっていうかメールだったらやばいよねっていう <laughs> ところがあるのかなと思いますね。だ本人が電話した時はちゃんと在籍、えー、確認が取れて担当者から折り返しますって明言しているわけですから絶対折り返すって明言しといてですからね。はい でえー、とそして男性の死亡は,は、まあ、14日に報じられ明るみに出たということで、まあ、だからこれが出てからカウコン開催の見送りが発表されたのは4日後の18日だったということでこれ場合によっては報じられないことも考えていたんですがこ不思議でしゃあないですけどねまあでも今までのジャニーズだったらこんくらいのことは報じたとしてもほんのにちっちゃくて世の中の人が知るべしもないみたいな感じになると思って っていうのができていたんですかね。ちょっとありえないですけどね。さすがにね。はい、まあ。というところで、だからこれ知ったのはこのさらに1ヶ月前ぐらいらしいので、その時点で、まあ早急に判断しなきゃいけないかったというふうに思うんですけどね。まあ、はい。で、まあ、とにかくカウコの開催見送りが発表されたのは18、4日後ということで、えー 関係者は男性の件がニュースになり旧ジャニーズの対応をらに疑問視する世間の声が溢れたと当たり前だよねカウカウンどころではなくなって開催を断念しサイトで発表したそうですと話しているということでまあだからなんて言うんでしょうねまあなくなりましたねでそのそれを そのジャニーズの件っていうんですかね、まあ、今回の件と紐付づけることなく過ぎる去ることを願ってたってことでしょおそらくねびっくりですけどねいやなんかそりゃいろんな問題が進まないし被害者になんかこう向き合わないのもよくわかるような話ですよね起きたことに対応するしかも起きた時にその本質を見ることなく人が亡くなってもねその,そ,のそのことが結局 報じられて、それがジャニーズの対がよろしくなかったよねっていうのがひもづいて、初めて判断するっていうところに至っていくとですね、まあちょっとの主体的にもうすでに判断できないような状況にあるかもしれないですね。はい、まあ、いずれにしてもちょっと驚きですね。 はいでさらにですね、こちらもトースポサナ記事で、まあ、ちょっと前の11月15日の記事なんですけどね、まあ、当事者会のメンバーですねが、まあ、亡くなった件についてですけどもね、最後に送った LINE というような、まあ、記事なんですけれども、まあ、恐れていたことが起こってしまったっていうことですよね、まあ、本当にその通りで、でまあ、ちょっとい,、ね、いろんな、まあ、今までの下りがある中で、 まあ、で結局、このね、ひぼ中傷が、まあこ、ね、これ、苛烈を極めたっていうところですね。SNS 上には嘘をつくな、デビューしてないのに出てくるな、便乗商法、ジャニーズがいなくなったお前のせいなどといった心ない批判が、まあ、と殺到していたっていうところですよね。はい、で、まあ、遺族は代理人を通じ、旧ジャニーズ事務所から、何のおもなく訴え、 えー、を放置され彼の,焦燥感の悩みは深ままっていきましたと説明でまた同事務所は誹謗中傷に具体的な措置を講じていませんでしたということでまあ、とにかくこの誹謗中傷をなくしたいっていうことについてかなり、まあ、訴えていたらしくてですね、まあ、それに対応する NPO 法人の、えー、方ですかね。 いろいろお話をされていて亡くなるちょっと前にはお話をされていたということで、まあ、その、ね、相談を受けた方も、まあ、TBS の、ねまあ、特集に出てきてお話もされてましたけど何て言うんだろうなうんなんかこうそうですねまあ課外問題。 がも,もともとのこう根本ではあると思うんですけどそれはそれで、ね、大変な問題なんですけどそれにやっぱり付随するねそれをかば,いかばうような、まあ、事務所のまあ構造あるいは業界そして圧力と雨を使って業界支配したり言うことを聞かしたりとか、まあ、それにとどまらず。 まあ、いろんなメディアの仕組みによってね、まあ、本来だったら新聞ぐらい報じてもよかったのかもしれないんですけどでも結局新聞の子会社たるテレビ局の方が、まあ、ある種大きくなっちゃってしかもそこがジャニーズに忖度してるみたいな関係性だったり、まあ、いろんな日本の中電波理系の話から何かでわっと詰まっててねなかなか解決が難しいような。 状況にあると政府もいまだに積極的に動いてないと。でそんな中で誹謗中傷も止まらないっていう感じですよねだから本当にまあ何て言うんだろうなかなり勇気がいることですよね告発っていうのはしかも誰にも話したくないようなことを告発と。でまあ本人としては多分自分に来る誹謗中傷については何とかなったかもしれないけどやっぱり全員が共通して言ってるのは。 家族に対して攻撃の刃が向かうっていうのがこれは辛いらしくて。はいというわけですみませんちょっと土地で切れてつな、えー、がらないかもわかりませんが、えーと,まあ、とにかくね、えー、新郎としては、えーまあ、被害のね、まあ、トラウマの再燃とも相まって一層深刻になっていましたということを、まあ、関係者語ると。 で男性が、まあ、最後にですね、えっと、奥さんのもとにはこの世からいなくなるというような趣旨の LINE が届き連絡が途絶えたと、まあ、いうところで、まあ、家族としては実感がないとまあ、そりゃ、うんまあ、そうでしょうねはい、ということでございますということですねで。被害者への誹謗中傷は告発者だけでなくその家族や親戚にも及んでいるというから深刻だということですよね。だからこの、 この何ていう,うな課外問題関係なくですねまあ羽生結弦さんの件もそうなんですけどやっぱりほ、まあ、こう本人っていうか自分に来る分についてはまあなんとか人はひょっとしたら耐えれるのかもしれないですねまあそうじゃない方もいらっしゃると思うんですけどまあ中身によるというかはい。 ただ、まあ、一応告発するっていうことはそれなりの覚悟をして出てきてるから、まあ、自分については多分覚悟してたんでしょうね状況も見てるから。だけど家族に行くっていうのが何、まあ、て言うんだろうな後ろから鉄砲撃たれるじゃないけど結構な何て言うんだろう急,急所っていうかもう自分の方に来るって思ってるからグワってねこう、ま、その自分の誹謗中傷について構えてるところの。 まあ、いわゆる一番こうあの弱点みたいなところっていうんですかね無防備なところをゴンとやられたような感じだと思うので本当に何て言うんだろうな、まあ、きつい話ですかね、まあ、とにかく誹謗中傷っていうのが何て言うんでしょうね、まあ、本当になんかこう我々は勉強不足らしくてですねそのいわゆる NP 法人の方がその誹謗中傷にずっと向き合っていた方からするとみんな分かってないと。 どんだけひどいのかっていうのが分かってなくてでその状況を知りさえすればあの変わるはずだとだからジャニーズ事務所も聞いてほしいみたいなこと言ってましたねその分かってないから対応しないんだっていうことをおっしゃっていてす分かればなおかつ対処方法も分かればできいろいろねなくなる、まあ、ある程度ね軽減できたり等々はできるのになみたいなことをおっしゃってましたねそうだから世の中にこれだけ誹謗中傷が増えたにもかかわらず まあこう我々はその実態をま,あまるで分かってないのかもしれないですね。というか分かってないんでしょうね。だからそのめなんとなくね、まあ、特にあの被害者に対する誹謗中傷とかってまあち,ょちょっと X 見ればうわっと出てくるからそれでも分かると思うんですけど、まあ、当然それにプラス DM 等々でもひどいのがいっぱい来るんですけどただその方曰くなんかもっともっとひどいんだっていうことをおっしゃって。 いたのでだからまあよくあるそのネットの嫌がらせなんかで言うとその匿名の誰それっていうよりは匿名を使っったた近しい誰かだったりすするわけですよねそうするとその嫌がらせっていうのはまあこう想像を絶するレベルらしいので、まあ、そういうのを含めて考えると、まあ、結構ね今の社会の結構大事な問題でありつつ我々はその何て言うんだろうひどさについて理解してないのかもしれないですよね。 はいというわけでね、ちょっと今回、取り留めのない話になって申し訳ないんですけど、まあ、要はねそ、そういった形で、まあ、根本的な誹謗中傷の問題ですらですよ、被害者に向き合うっていうことだけじゃなくて、で誹謗中傷っていうのが、しかもやってるのが、まあ、今のところね、一応、ファンじゃなかろうかって言われていて、一人一人が、あなたはファンですかって聞いたわけじゃないから、<laughs> まあだけど、どうも発言見てると、ジャニーズ事務所を守るために動いてるように見えるので、で本人はそれは誹謗中傷だと思わずに、それを繰り返していると。 いう状況ですよねで。それを放置した状態でそこのテレビスターさんたちがですねあのテレビに出てきてお祭り騒ぎということですよ。この華やかな舞台の裏で被害者は未だに苦しみを継続しそして保証は未だなされずそして誹謗中傷は日々悪化と。 いうようよよなな状況なんですよね本当にこのまんま歌番組等々を何も考えずにやっていくっていうことが正しいんですかねについてはいわゆるね電波をですねやっぱりあのやっぱりテレビ局っていうのは電波を独占する形で公共的なね放送であるっていうことを自覚しなければならないしそれをご自身たちの検証報道で言ったんですよ。言ったにもかかわらず えとお祭り騒ぎをやるそうです。はい、以上でございます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくね。